イレオンチャンネルです。新作ウルトラマン発表きたー。なんかついこの間ブレイザーすごいおしゃれでやってきたじゃんみたいな話をしてた気もしますけど、もうそれから1年経つんだ。なのでいつも通り7月6日から放送開始なんですが、とりあえずの情報解禁がありまして、それがウルトラマンアーク、日本時間7月6日朝9時から放送スタートなんだけど、なんかさ、まず気になるのがネットでも速攻言われておりましたが、このウルトラマンアークのフォントのウルトラマンの部分ね、レトロ感すごくって、僕最初初代ウルトラマン、マンニーさんのウルトラマンのフォントをそのまま使用してるのかなと思うけど、どうやら帰ってきたウルトラマン、ウルトラマンジャックのウルトラマンの部分のフォントをそのまま使ってるらしく、なのでもしかしてアークと帰ってきたウルトラマン何か関係があるのかとか、先行 PV も1分半ぐらいのものが公開されましたが、そこでもポーズがジャックっぽいんですよ。なので早速僕たちオタクの考察が始まってるんだけど、まず見て全身新ヒーローウルトラマンアークで、首から上と首から下でなんか世界観が全然違うなっていうのが僕の初見の印象で、首から下がすごいレトロ、ウルトラ6兄弟系というか、もう本当ウルトラマンとかジャックとかその辺のレトロ感がありつつ、首から上がゴリゴリのニュージェネ顔なんですよ。特に横から見ると最近のウルトラマン感ありますよね。オーブでいうところの顔だけがスペシウムゼペリオンで、首から下がオーブオリジンのプライム版赤シルバーの、そんな感じでさ、頭部と体の世界観が違うからすごい違和感があるから、これ意味があるのかなっていうか、ブレイザーでさ、なんかアート的なウルトラマンが表現された後にガッと一気に方向性が変わってレトロウルトラマン感あるの面白いな。でも首元がブラック入ってたり、あとね、後ろの方まで黒色なんですよ。なので角度によっては最新ウルトラマンっぽくも見えるし、レトロっぽくも見えるしっていう不思議なカラーリングだよな。で、変身アイテムがむちゃくちゃかっこいいのよ。これひし形は今回のあれか、あ、カラータイマーがひし形か。トリガーと一緒だ。ウルトラマントリガーもね、こんな感じでひし形だったし、あとは変身アイテム自体に大きなひし形のパーツが入ってましたけど、ここさ、縦とか横に分割線が入ってるのはなんでかっていうと、くるくるルービックキューブみたいにいろんなパーツが回転するんだって。 PV でもくるくる回転させて変身みたいな、ここがグリップになってて、でこれ縦にも稼働する、横にも稼働する、で真ん中だけ稼働しないんですよね。で真ん中の受けみたいなこのスペースのところにアークキューブっていう、これがね今回のねコレクションアイテムみたい。しかも単体で音が鳴るっぽい、押してるシーンがあったから。でホロがあって、その部分にウルトラマンが映ってて、これウルトラマンアークですよね。で横に01って書いてあるから0203タイプチェンジがあるんじゃないかな。ただね、今回なんかモンスアーマーみたいな X の体重の力でアーマー装着みたいな、すごく X っぽいタイプチェンジとかアーマー装着を PV で見せておりましたので、ベースのアークは変わらず、ここからアーマー装着みたいな、でアーマー装着するとすごくニュージェネっぽい見た目になってた。これかっこいいよな。多分ここがスイッチとかになる。あ、これロック解除かな、スイッチかな。見たことない変身アイテムの動きでしたね。でもあれか、あの縦横キューブとか、あれも締めたりくるくる回したりするじゃん。ああいう感じの稼働の仕方をしてた。そして主人公がヒゼユーマだって、ウルトラマンアークに変身する本作の主人公を、今回は調査員か、防衛隊じゃないんだ。怪獣防災科学調査所、通常スキップ新米調査官だって。まあとりあえず PV でちょっとボイスを聞く感じではかなりイケボだったし、演技も良さそうなんだけど、なんか俺だってね、ウルトラサブスクで裏話的なことも話してましたけど、上京して2週間で決まっちゃったみたいな、そういうシンデレラストーリーがあるようですね。しかも今回メイン監督が辻元監督で、まあニュージェネ系の監督はらゆる話数をこなしてますけど、メイン監督は初みたいなことを本人が確か裏話のやつで言ってたかな。ちょっと先にあらすじ読むわ。とある町、制限市かな、市内の獅子尾山には異彩を放つ巨大な物体がそびえ立ってる。モノホーンと名付けられた、それは実は16年前の事件当時から突き刺さったままの怪獣の角。これか、これこれ、これがなんか落下してきてるのかと思いきや、町にそういうものがある状態からスタートするんだ。怪獣の角、世界各地で怪獣が同時に出現した K-Day と怪獣デイかと呼ばれるその事件以来、怪獣災害が日常化し、日本では地球防衛隊が武力で怪獣への対処を行う一方、怪獣防災科学調査所通称スキップは怪獣災害の発生
甚大化を防ぐため地域に密着して科学調査や避難誘導を行っている。なのでちょっとやっぱ世界観的に帰ってきたウルトラマンっぽいマットっぽい感じだよね。あれも怪獣災害が世の中にあってそれに対処するマットっていう組織があって、マットとは関係ない一般人の郷秀樹が勇気ある行動によって光の力に認められウルトラマンジャックと同化するみたいな話だったけど、ここまでなんか匂わせてたらジャック関係ありそうだよね。このスキップが今も調査を続けているモノホーンは K-Day で出現した宇宙獣モノゲロスの角。獅子王山で両親とのキャンプ中にモノゲロスの襲来に出くわした当時7歳だったユーマは奇跡的に無傷で生還したのを機に、怪しいな、これは実は重傷を負ってウルトラマンと同化して修復したとかそんな感じじゃない？生還したのを機に怪獣生物研究の道に進む。辛い過去を持ちながら夢見る力、想像の力。あ、そうなんかね、今回想像の力っていうのがテーマなんだって。をなくさずに成長を遂げたユーマは新人調査員としてスキップへの入所が決まり、星元市かな？文章へと配属された。だがそんな矢先、怪獣災害が発生。目の前にいる絶体絶命の人たちを守りたい、その強くまっすぐな思いが心の底から湧き出した瞬間、ユーマの脳裏に幼い頃に見た、やっぱそうじゃん、事故に遭った時に同化してたのか、幼い頃に見た光の使者ルティオンが語りかける。あ、ウルトラマンじゃない、私は君であり君が私だ、想像力を解き放って。あ、やっぱ同化してんだ。でもルティオンってなんだろう、光の国とかじゃないとこなのかな。光の使者ルティオンテロの中に現れた神秘の光がユーマの体を包み込むと、解き放たれた創造の力が光と人を一つに結び合わせ、未来を守る光の巨人ウルトラマンアークへと変身。大切な仲間と共にユーマが、そしてウルトラマンアークが絶やさぬ夢を追いかけて今走り始めるっていうのが作品あらすじですって。ウルトラマンの方の説明見ようぜ。新ヒーロー、ウルトラマンアーク。主人公ユーマが想像の力を解き放つことで、遥か彼方の銀河系からやってきた光の使者、ルティオンと一体化して登場する光の巨人。あー、アークと一体化じゃなくて、ルティオンと一体化してウルトラマンアークになるんだ。その姿は幼い頃にユーマが描いた最強のヒーローのスケッチとそっくり。おー !M じゃんそれも完全に北条 M じゃん。幼い頃に書いたものが、まああれは途中にダンクロとか挟まって具現化されたものだけど、書いた最強のヒーローがこのウルトラマンアークなんだって。それとなぜかそっくりな姿に。で、同じスケッチに変身道具として書いたアイテムがアークライザーになっちゃったと。力を宿したアークキューブを装填することで神秘の光を解放して変身する。身長 48m、 体重32,000トン。必殺技は両手をクロスして放つアークファイナライズで、めちゃくちゃスタンダードな光線ポーズっすよね。他に何か読み取れることはないかな。アークキューブもこっちがボタンかそれかスピーカーかどっちだろう。とりあえずなんかね、こうグッとね握るというか押すようなアクションをしてからの音が鳴ってる描写があったので、先行 PV で多分これ自体が光る鳴るなんじゃないかな。1個1500円ぐらい。あとはレジェンドの力を借りるのか借りないのか問題もありますけど、なので今回もオリジナル路線で行ってくれればなと。アークライザーもとりあえずここのこことここと、とりあえずこの中心以外が全部回転しそうな、ここだけ回転しないのかな。なのでちょうど持ってる、そうそう、この持ってる画像を見るとこの辺にグリップがあって、ちょっとなんか展開してるパーツが、そんなことないか、この辺がもう単純に持ち手になってんのか。でほら、ひし形になっててキューブがはまってると。これかっこいいな、面白そうだな。それ以外はアイテム、何かホルダー的なものとかは持ってませんもんね。ウルトラマンアークに変身する本作の主人公23歳、スキップの新米調査員。優しくまっすぐで人のためと思えば周りがヒヤヒヤするほど後先を考えずに行動に出る性格。幼少期のモノゲロスによる怪獣災害の辛い体験が両親を失ったとかなのかな、きっかけで怪獣生物学を志し、同じ苦しみを持つ人々のために役に立ちたいとスキップに入所。豊富な怪獣知識と専用の怪獣探知機を駆使して調査を行う。走れユーマが座右の銘。とりあえず公式サイトはまだアーマー装着状態とか公開されておりませんが、このトレーラーを見るとそれが詳細わかりますので、このリンクは貼っておきますが、頭部もでもやっぱ正面から見るとちょっとレトロ感あるけど、
この辺の目の下のクマというか、でこの辺の空いてる造形とか変わったデザインしてますよね。まあ、正面から見るとちょっとボテッとしてるんだけど、あ、でもここもあれか、ひし形なんだ。この辺にクリスタルとかがあって、だけど横から見ると割とシャープな見た目なんだよな。ザ・ニュージェネって感じだよね。なので前からと横からでイメージが違うように造形されてんだな。変わってるね、この辺とか。でも絶対ここのこの辺までが黒色とこの下が赤シルバーになってるのは意味がある気がするな。あとは PV でジュワーとか言って目から剣を出してましたから、ウルトラゼロワイド剣が合体してるみたいな形状のものを使ってたので、それにキューブがハマるかどうかわかんないけど、ブレザーがかなり硬派なおもちゃ要素が全くないというか、本当初代ウルトラマンなんじゃないかぐらい今の時代からすると攻めたウルトラマンになってましたので、今年はその反動で結構いろんなアイテムが出るんじゃないかなと予想しておりますが、とりあえずキューブとこの変身アークライザーと武器、剣武器の登場が PV から読み取れましたので、あとはその怪獣アーマーなのか何なのかっていうのがここから情報解禁がねちょいちょいあるはずなので、またその辺が公開されましたらチェックしましょう。ではこのリンクを貼っておきます。以上レオンチャンネルでした。楽しみっすね。